次にですね、国民健康保険、この問題についても、取り組んで、まいりました。これ同じ議会で、質問をしたわけですけれども、我が国の国民の、ためのですね、国民健康保険、これを外国の国籍の人が使い回しをしている、こういう、問題のある、事実がもうご存知の方も増えてきているかもしれませんけれども、実はなかなか公式にはですね、議会などの場であまり議論されないように思います。私はまあこの問題、平然とというか、切り込んで問題として取り上げているわけであります。で、等々というか、メディアなどでもですね、外国人の方の、保険証の使い回し、健康保険証ですね、使い回しというのは問題ですということが、様々ですね、主要のメディアでも、報じられる、ように、なりました。各、テレビ局やですね、大手新聞などでも、取り上げ、健康保険の、不正使用を許さない仕組みにすべきだ、このような意見が、さまざま報じられるようになっています。で、まず、私はですね、中野区に対して、この、健康保険証の使い回しを、中野区は、把握したことがありますかと、聞きました。で、中野区は、把握していませんと、把握した事実はありませんと、このように答えるわけですね。で、これ把握していないのはその使い回しが存在しないからではないんですね。把握できないからなわけであります。で、そこで私もいろいろ調査をしまして、議会でですね、このように申し上げました。実は中野区の医師会の先生方にもお伺いしたんですけれども、保険証の使い回しは見破れないとお医者様方はこのように断言をされてましたと。保険証は写真がついていませんので、その保険証を持ってきた人がこれは私の保険証ですと言われたときに、これを違うと断定する手段がないわけであります。免許証の提示とか、あるいは在留カードの提示を義務付けていませんので、そのような身分を証明するものを持っていませんと、持ってきていませんと言われれば、それはもうそのまま、それで、その問答はおしまいになって、お医者さんは日本の医師法では応召義務、病気、怪我だと言ってきた方は、きちんとそれを対応して治療しなければ、診断治療しなければいけないという責務を負っていますので、そういうことになるんですね。で、そして、これも国や都に確認をした後で、私はこの、昨年の9月の中野区議会で、区に対して、次のように質問しました。そもそも保険証の使い回しを区は防ぐことができるんでしょうか。これに対する、区の、答弁は、健康保険証の使い回しを、区が、事前に防ぐことは、難しいと考えておりますと。要するに見破れないと。このように区は、答弁したわけです。実はこの答弁を聞いて、議場はですね、ざわつきました。見破れないのと。それを区議会の場で言っちゃうわけと。このような多分皆さんお気持ちだったのためですね。区議会に当選をしておられる議員の方々も、この答弁がきちんと公式の場で述べられるということについて、非常にやっぱりこう、驚きというかショックを感じたんですね。見破れないと。見破れないものを、区は支出をするんだと。あるいは、健康保険ですから、医療保険で、これは支払われるんだということであります。で、ですね。これは私も、旧知の、いろいろ勉強させていただいているですね、
中国語捜査官という、まあ、肩書きを、持っておられるですね、坂東忠信という方が、いらっしゃって、時々私の、勉強の動画などにも出演していただくんですけども、この方の、書かれている本の中に、まあ、彼がその捜査、まあ、中国語捜査官、まあ、北京語ができる人は少ないので、まあ、中国人の、被疑者がいるような、取り締まりにあたってはですね、まあ、彼はあちこちに引っ張り出されるわけですね。やっぱりその、被疑者に対して意思疎通ができないといけないので、で外国人の例えば留学生などの、まあ、住んでいるところに、まあ、いろいろこう聞き込みとかいろいろなことがあって踏み込んだ時にですね、ほとんど全員が、他人名義の保険証やそのコピーを持っていると、このように、本に書かれているんですよ。でこれも私は議場でその紹介も、まあ、いたしました。そもそもですね、日本の保険証は写真がついていない、だから、これ私の保険証ですと、違うでしょというふうにですね、言うことができないわけですね。でそして、まあ、中野区も、と一生懸命ですね、もうすぐもうマイナンバーカードができるので、この問題はすぐに解決するので、もう問題じゃないんですみたいなことを初めはですね、私をそれで説得しようとしたんですね。ところが私もですね、まあ、別に素人というか思いついて言ってるわけじゃないので、きちんと調べて、おりますが、マイナンバーカードというのはですね、義務ではないんですね、まあ、使いたい人が使いたい人から使っていくもので、それを使わないからといって罰則もないわけです。ですから、まあ、特に、まあ、日本に来て、まあ、外国の方同士で保険証を融通し合ってね、それで、まあ、3割だとかの負担だけで、まあ、治療を受けているような方がその、まあ、要するにごまかしをわざわざできなくするマイナンバーカードを取得してですね、そしてそれをお医者さんのところに持っていくかといったら、マイナンバーカードなんて持ってませんと、この保険証で見てくださいと言うに決まってるわけですよ。でそしてそれをお医者さんは断ることはできない。これは例えば高速道路でですね、まあその、ETC でしたっけ、でこうそういう仕組みがどんどん入ってきたけども、まあ、そんなものをその車に搭載していない人のために、まあ、一番端っこのレーンとかにですね、従来通り、まあそのまあ、窓口でっていうか、そのそこでお金を払う、やり方の、レーンも残ってるじゃないですか。要するに日本はですね、まあ、かなりその、まあ、国民や人いろんな人たちにこう命令することをこう、まあ、忌避する、なかなかそういうことをしないという臆病な政府でありますので、自発的にマイナンバーカードが 100% 普及するまでは、使いたくない人は使わないでも、まあ、従来通りのやり方でいいですよ。そして、病院や医院の側もですね、大病院などはすぐに対応できますけれども、中小の診療所、こういうところはですね、なかなかですね、まあその、マイナンバーカードに即応したような仕組みにですね、パッと変えられるかというと、こちらの側も難しいだろうと思うわけですね。そうするとその役所の説明とは裏腹に、まあ、外国の方は使える間はいつまででも、マイナンバーカードみたいな、ものは使わないで従来の保険証で、まあ使い回しだとか、もう要するに不正ですね、不正利用を、続けるに違いないわけです。ここはやっぱりきちんとそういうものを、止める、そういう、手段が必要でありまして、これは区の仕事ではありません。国がやらなければいけないことですから、国にそういう制度の改正を求めるべきではありませんかと、私は区議会で区に対して、まあ問いかけ、区は大変問題ですので、国に働きかけてまいりますと、まあ、こういう答弁を、まあ、昨年の9月にしたわけです。そして、今年の9月、
この問題はどうなりましたかと聞きまして、区は国に対して、不正受給ができないような仕組みを求めているけれども、残念ながら国はこの解決する制度に変えてはいないと、こういう状況が今も続いている、こういうことが今年の9月の議会では確認ができました。この問題にもですね、本当は国会議員になって国会で質疑をしたいところでありますけれども、私も力不足でありますので、皆様の応援をいただきながら、今は区議会でコツコツとですね、こういう問題についても取り組んでいきたいと言っているところで